白い闇は松本清張の短編小説。小説新調1957年8月号に掲載され、1957年8月に短編集、白い闇収録の表題作として角川書店より刊行された。過去数度テレビドラマ化されている。信子の夫の聖一は仕事で北海道に出張すると言って家を出たまま失踪した。 聖一の重廷、春吉の助言に従い、夫の仕事関係の担当会社に電報を打つが、北海道には一度も来ていないと返事が来る。信子は春吉に結果を報告したが、春吉は、実は聖一には、青森に、田所つね子という隠れた女がいる、と白状を始めた。信子は、青森に向かい女と対決するが、帰って、田所つね子に圧倒されてしまう。 病人のようになって、東京へ帰った信子を、春吉はいたわるが、その2ヶ月後、思いがけない事件が発生する。1959年8月9日、KR テレビ系列の東芝日曜劇場は国にて放映。1959年9月5日と9月12日、富士テレビ系列のスリラー劇場は国にて2回にわたり放映。 1961年6月5日と6月12日、TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。1962年8月9日と8月10日、NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回に渡り放映。1977年6月26日、 TBS 系列の東芝日曜劇場は国手放映。視聴率21.5%。DVD 化されている。松本清長の白い闇、とわだこ偽装真珠。1980年12月6日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率23.8%。1983年3月12日に、 同じ土曜ワイド劇場枠で再放送された。松本清張ドラマスペシャル白い闇とあだこおいらせ殺人事件。1996年2月8日、テレビ東京系列にて放映。2005年7月2日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場枠にて放映。松本清張の黒川の手帳の続編としてアレンジされたドラマとなっている。ありがとうございます。